皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は私の全ネイル紹介をしていきたいと思います。ネイルって言っても全てマニキュアなんですけれども、自分でネイルしたっていうのを前載せてた時に、どこのマニキュアですかとか結構質問いただいていたので、今回は紹介していくので参考になれば嬉しいです。で、最近私ジェルネイルしてもらっていて、今月ちょっと紹介してなかったので今紹介するんですけど、こんな感じのネイルにしていただいたんですね。でこういうチェックとか全部書いてもらったりしてて、自分でやってるんですかとか聞かれるんですけど、ジェルネイルをお店でしてもらってます。なので最近マニキュア使ってないんですけど、もう夏でサンダルの季節になるので足だけは自分でマニキュアしてます。はい、ではね、ちょっとこの中身を紹介していくんですが、ドレッサーの引き出しにこうやって縦に収納してるんですけど、もうゴロゴロ入ってる感じで、そんな綺麗に収納してるわけじゃなくて、バッと入れてる感じなんですけれども、ウィゴー135で300円ぐらいで買ったケースですね。ここ持ち手ついてる感じのケースになります。では紹介していきたいと思います。こんな感じです。高校生なのにネイルしていいのっていう質問もよくいただくんですが、私の高校は結構美容の授業とかもあったりとか、結構ネイルとかメイクとかそういうのが OK な高校なので、通信制高校でもダメな高校もあるかもしれないんですけど、私の高校は大丈夫なので、そこら辺はご理解いただけたらなと思います。はい、では1点ずつ紹介していきます。はい、まずこちらのエッシーのマニキュアなんですけど、こっちがトップコートで、こっちがベースコートになります。こちらは結構口コミが高いもので、私は最近はこのベースとトップを足の時は使ってます。前まで結構ベースとトップとかはこの100均のやつとかを使ってたんですけど、このシリーズも乾くのが早かったりとかして口コミ人気だと思うんですけど、 AT トップ&ベースコートっていうこのシリーズも、この丸いケースのやつもテリアとかキャンドゥとかで売ってるんですけど、ベースとトップ、こちらちょっと新しく買ったっていう時に、でこれ買ってで、その時同じくちょっと口コミで見てて買ったこのね、カラークラブネイルラッカーっていうものなんですけど、こちらが D158 番で、こっちが1029番で、これを交互にこう塗ってた時があったんですけど、ちょっと夏にね違うネイルしてみようかなと思って青色を買ったっていう、私にはすごい珍しいんですけど、いつもピンクばっかりなんですけど、去年の夏かなに買いました。こちらのネイルすごく落とすのが大変っていうぐらい剥げなかったので、そういう面ではすごいいいのかなと思います。やっぱりこうラメ落とす用の除光液で取らないと結構取れにくいですね。なので塗り直すのめんどくさいなって思う人とかは、こういう持ちがいいのとかはいいと思います。1本すごい安いわけじゃないんですけど、でもいっぱい入ってるしいいかなと思います。マニキュアってこういろんな色使いたいので、あんまり1本高いとたくさん買えないんですけど、他は結構安いものとかもあるのでちょっと紹介していきます。こちらのキスのマニキュアなんですけど、めちゃめちゃこれおすすめです。すごく塗りやすいし、めっちゃ可愛い色で、私がすごい好きなネイルですね。キスのネイルポリッシュっていうものの01番なんですけど、この蓋も可愛いしハートだし、ちょっと気になる方は買ってみてください。乾くのも割と早いかなと思います。そしてちょっと似た色なんですけど、こっちの方がちょっと明るいんですけど、スイーツのネイルパティシエというネイルの50番ですね。スイーツはコスメも出てるので知ってる方も多いと思うんですけど、ネイルもすごく可愛いです。結構ピンクばっかりなんですけど、まあ、紹介していきます。はい、続いてこちらキャンメイクのマニキュアです。のキャンメイクを知らなかった時ぐらいに、安いしいいなと思って買ったもので、キャンメイクカラフルネイズの14番、ほんと白ですね。白いマニキュアだけで塗ってたわけじゃなくて、ピンクと交互に塗ってたんですけど、ピンクも持ってたんですけど固まったので捨てちゃいました。なのでこれしかないんですけど、こちらです。キャンメイクのマニキュアは安くていろんな色売ってるので、使ったことある方も多いと思うんですけど、私は白だけですね今は。
続いてこちら、これね結構昔に買ったもので、全然どこのかわからない、株式会社レイスというところの RC ネイルカラーの SO02 番なのかなになりますね。これは今売ってるのであろうかという感じなんですけど、結構昔のものですね。見た目が可愛いし買ったんですけど、あんまり色がつかない、この色で発色しない感じですね。結構見たまんま発色してくれるネイルとか、ここら辺とか結構そのまんま発色してくれるんですけど、なんか見ただけじゃ分かんないですよね。なので爪とかに塗ってあるネイルチップのこうサンプルとか置いてあるお店だったら結構分かりやすいのかなと思います。ちょっと今回ネイルチップにね塗って紹介できてなくて申し訳ないんですけど、ちょっと気になる方は調べてみてください。はい、こちらはホーメイというところのマニキュアなんですけど、こんなにたくさんラメが入っているのにそんなに高くなく買えます。でこれもう一色持ってたんですけど、かなり前に買って固まってたので捨てちゃいました。なのでもう固まったらどうしようもないじゃないですか、もう取っとくわけにもいかないし、なので捨てちゃったんですけど、この色はまだ使えるんですけど、なんかいろんなラメが入ってる感じで、このメーカーさんはこういうラメがたくさん入ったマニキュアを出してるので、ちょっと気になる方は見てみてください。こういうパーツ入ってるものって結構塗りにくいですよね。なんかこう位置が難しくないですか、こうバランスっていうか、ここに星が来て、ここに丸が来て、ここに固まりすぎちゃうとか、結構そういうの難しいかなと思うんですけど、もう筆でもう試行錯誤しながらやってったらだんだんぐちゃぐちゃになっていくっていうあるあるかなと思うんですけど、こちらは可愛いですね。この色味が可愛くて買いました。はい、続いてこちらもかなり分離してるのでこれはもう捨てますね。最初から避けとけばよかったですね。続いてこちらです。これ本当は紫が欲しかったって言ってて、インテグレートと白雪姫のコラボのジェルドロップネイルというものの RD3 番、これはもう売ってないですね。どこを探しても売ってなくって、紫が買えなくって、まあ、これを買ったんですけど、すごいツルンとした、もうツルンも超えてチュルンみたいな感じのめっちゃ可愛いネイル。続いてこちらは知ってる方多いと思うんですけど、こうミニのネイルが3本ぐらい入ったセットで、1本はちょっとねないんですけど、この BW ネイルカクテルティントハートっていうものですね。くじで当たってもらったんですけど、多分オレンジとか結構珍しい系のカラーとかは結構季節問われる感じ、オレンジって割と夏に使う感じだと思うので、ピンクは結構今でも売ってますね。オレンジを売ってるの見かけてないので、多分もう限定とかだったのかな。続いて100均を紹介していきます。100均はまずキャンドゥですね。記憶であってれば全部キャンドゥなんですけど、シュガーネイルのピーチグミっていうものと、これ結構好きで使ってましたね。でも結構シュガーネイル固まるのが早い気がしますね。でこちらがシュガーネイル紫芋という色で、本当にシュガー、めっちゃこれはマットではないけどツルンとした感じではないっていうか、本当にシュガーネイルですね。これはシュガーネイル一時期すごい流行ったかなと思うんですけど、その時に買いました。でこれはTM ピールオフマニキュアストロベリーソルベっていう、これはなんかこの色に発色するのかなって思ったら割と薄かったですね。でこちらダイソーで買ったんですけど、割と最近でもないか、1ヶ月前ぐらいとかかな、ジルネイル始めたので買ったのはいいもののまだ使ってないんですけど、足にね使おうかなと思います、夏に。続いてこちら確かセリアで買ったフレークネイルグリッター、これも結構ラメみたいな感じでホログラムとかが入ってる感じですね。ユーベストさんから出てます。続いてこちら、これはすっごい大好きな可愛いエチュードハウスのプレイネイル、ネイルカラーハッシュタグ46番、これは前にインスタ載せた時にすごい質問が多かったんですけど、めちゃめちゃ可愛い、もうバレンタインの時にも使えるぐらい、本当にもうハートがいっぱいのハートハートハートって感じの、めちゃめちゃラブリーな感じのネイルです。すっごい可愛くて、もうほぼ入ってないんですけど、塗るのが難しいですよね、ラメのネイルって。こう塗る時にハートが固まっちゃうとか、一色のネイルだったらスッスッって塗るだけだからいいんですけど、こういうラメが入ってる位置とかめっちゃ難しいですよね。はい、まあ、このネイルは350円ぐらいだったかな、400円しないぐらいで購入できるのでめっちゃおすすめです。
エチュードハウスのマニキュアは安いし可愛いのが多いので見てみてください。続いてこちらのネイルホリック、これもすごい安いですね。私ちょっとこういう深めな色を欲しいなって思った時に買ったネイルホリックの RO602 番ですね。これはどこにでも売ってるかなと思います、ネイルホリックのものは。だしすごく細いのであんまり幅も取らないし、安いし綺麗に発色してくれるのでめっちゃおすすめです。はい、続いてジルスチュアートのネイルを紹介していきます。ジルスチュアートのマニキュアは3本持ってるんですけど、こっち2つはもう限定なので買えないんですけど、こっちはまだ買えるかなと思います。ジルスチュアートスノーイーパステルネイルズの96番と98番ですね。これはもうほんと薄いピンクと薄い白って感じで冬に買ったものですね。こちらも全然まだあまり使えてないんですけど、めちゃめちゃ色合いが可愛いです。使う時にこう出すって感じで飾っておいてもいいかなと思います。続いてこちらがジルスチュアートネイルラッカーの21番ですね。これは紫ピンクみたいな感じの色が欲しくて買いました。ジルスチュアートのネイルはこうシンナー臭さがあまりないというか、塗ってる時はまあちょっとあるんですけど、乾いた爪からジルスチュアートの匂いがするんですね。それがすごく樹脂力が感じられるというか、すごいおすすめですね。はい、というわけで今回は私の持っている全マニキュア紹介をしました。最後までご視聴ありがとうございました。少しでもね参考になったなって思っていただけた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。これから夏休みになるので、まあ、ちょっと部活とかやってて難しいって方もいると思うんですけど、ちょっと休みの日とかにねマニキュアなら簡単に落とせるので、ちょっとやってみたいなって思った方はぜひね参考にして買ってみてください。